米大リーグオールスター、ア・リーグ・ナ・リーグ、16日、アーリントン。恒例のレッドカーペットショーが行われ、ドジャースの大谷翔平選手は、マミコ夫人と手をつなぎながら登場。会場を沸かせた、白のドレス、を身にまとったマミコ夫人の手を引き、まっすぐと前を見つめて歩いた大谷。両脇をびっしりと埋めたファンからは大歓声が上がり、大谷はサインしながらレッドカーペットを歩いた。 夫人のアクセサリーはゴージャスで、華やかな印象を与えた。さらにブラウンのスーツはデコピンの色だと MLB ネットワークの番組内で明かし、裏地にはなんとデコピンのイラストが。マ美子夫人だけでなく愛犬も一緒に晴れ舞台を歩いた。大谷は、何度来ても素晴らしいことですし、本当に光栄なことだと思いますと語った。夫人の装いを見て、 普段にはない格好だと思うのでと語り、試合に向けては、1打席、1打席、しっかり集中しながら自分の持ってるものを出せればと思いますと力を込めた。